涙。お、もう完成したのか？ちょっとな、喧嘩じゃないけど、まあいろいろとね。どうしたもんかな、あのあっさりした感じが逆に。いや、こっちの話、ツリーの片付けも終わったし、明日が楽しみだな。空いてるよ。だいたいね。あとは明日やっちゃうよ。もう少ししたら晩ご飯作るし。ううん、何もないよ。秘密だよ。そうかな。でも楽しみにしておいた方がいいでしょ。それも内緒。うん、結構勘がいいのかな。自分では分かってないみたいだけど。あさっての朝か。意外と早いな。このままクリスマスパーティーをして、そして朝になったら消えるのかな。僕がいなくなったら探すのかな。その後僕は何か思うのかな。何か考えられるのかな。でも片付けないとならないことはちゃんとしておかなきゃね。違うよ。明日は明日でちゃんとあるからね。まずは前菜のカップレーゼから。今夜はちゃんとしたコースにしたんだ。ほう、すごいな。レオナルド、ワイン出してくれよ。じゃあ今夜は白がいいね。ロゼでもいいけど、ちょっと見てくる。これだけ作るんだから、きっと食事に合うワインのことも勉強したんだよ。あの若さで大したもんだよな。そうか。はい、お待たせ。これでいい？ああ、出た、食いしん坊の。いいよ、食べようよ。食べたくないの？ああ、いや、そうじゃないんだけど。よしわ、分かってるね。分かってる。としてはコックより医者が良かったんだけどね。もう無理だから気にしてないけど。それにこのままなんじゃないかな。僕大人になれないと思う。ジャンは死神じゃないって言っていたけど、あの変わらない姿を見たら僕も同じなのかな。よく考えたらその方が自然なんだよね。だって幽霊が年取るなんて聞いたことないもん。だからきっと人って死んだら時間がそこでストップするんだよ。なんとなくだけどね。
続かないのに。それもあるけど、やっぱり僕たちはこのままずっと一緒にはいられないと思うよ。一緒にいたらいけないんじゃないかなって。そもそも僕はここにいたらいけない存在なんだから。いなければならない理由はあったかもしれない。けれど、居続ける理由はコールとは別じゃないかな。正直に言うと、わからない。前までは悲しいことだと思っていたよ。でも今はよくわからないんだ。好きだと思ったことも、好きにさせたかったことも、ヨシアと競っていたことも、今はどうして自分がそうしていたのかわからない。そうは言ってないでしょ。ただ前ほど興味がなくなったかな。バカだなお前、なんであんなこと言ったんだよ。聞いてたの？仕方ないよ、本当のことだから。じゃあ今までのは遊びだったのか？違うよ。今までは好きだと思っていたし、本気で好きになりたいと思ったし、なってほしかったし、それにヨシアには取られたくなかったし、フィリッポのことだってきっといたから見逃せたんだと思う。みんながいなくなって僕だけ残された意味を考えて、でも答えがなくて無理やり答えを作ろうとしていたかもしれない。それでも僕は気になっていたし、好きになりたかった。でも無理なんだ。僕の気持ちがもう進まない。それは明後日の朝消えることを知ってしまったからか。だろうね。なんだかもうどうでもいいかな。それでお前が後悔しなきゃいいさ。消えてどこに行くのか俺は知らないけどな。ただ残されることも少しは考えろ。どうして？寂しがるから？当たり前だろ。あいつのこと何だと思っているんだよ。何って分かんないよ。僕にとって何なのか、それすら今はもうどうでもいい。消えるからって全てが消えてなくなるわけじゃないんだ。お前が消えるまでにそれぐらい自分で考えてみろ。何が消えて何が残るのか、それくらい考えろ。何が残るんだろうね。記憶かな、それとも思い出。でもその程度でしょう。あさって。どうせ僕も食材買わないといけなかったし。うん。興味がなくなっちゃったってこと？そうだね、本当だよ。どうして落ち込むの？だって僕のこと好きじゃないでしょ。そんなの一時のことだよ。時が経てば忘れるし。そう？実は隠していることがあるんだ。
クリスマスの時になったらわかるよ。多分ね。うん。わかった。僕は父さんとの約束を果たす。守るよ。でも今はそれだけなんだ。グイードを殺し、カストロを殺し、自由になってまたあの教会で幸せに暮らせたらいいんだ。だから。何を買ってきたの？もしかして僕の真似してる？変なの。そうかな。意地悪しているつもりはないんだけど。うん、じゃあマーケットに行くよ。今夜は今までで一番豪華にするよ。これでいいんだな。ああ、一通り契約は完了した。その光は何だ？ああ、これか？これは我々の契約の証みたいなものだ。エレボスと名付けてある。それがあの指輪か？こいつ自体このまま放っておくのもなんだろう。だからそこらのものに封じ込める。ダレンは指輪を使っていたが、このエレボスとニュクスは二つで一つの存在。ニュクスの意思で契約した者たちが死ねば、連中は自動的に死神となる。そして、それを使ってコールする。では、オリジナルの死神を数百、いや、数万作ってコールすれば。死神の大群が作れるな。おお。ちなみにダレンは、娘への万が一の保険にニュクスの意思を作ってやったがね。あいつの考えそうなことだ。大方契約した後、両親の呵責で後悔でもしたんだろう。さて、それはどうかな。では契約についてルールを言っておこう。ルール？そうだ。何事にも制限が必要だろう。無限で自由にできるのはこの俺だけなのだからな。それでどんなルールだ？契約が終了すればお前の器をもらう。この体の次の器にさせてもらうぞ。ダレンを使う予定だったが、なあに、お前の器でも問題なかろう。契約終了の条件はお前の死だ。なるほど、シンプルで分かりやすい。私が死んだ後であれば体をどうしようが好きにするがいいさ。では契約中の話をしよう。契約している間、お前の言うことはある程度は聞いてやる。だがお前が俺を従えているように見えて、実際は俺の言うことを聞かざるを得なくなるだろう。それが俺が囁くものと言われるゆえんだ。一度強い憎悪にかきたてられた人間に悪しき心を消すことはできない。俺はそいつを刺激してやるだけだがね。そんなものどうでもよい。私はこれでダレンツヨと同等の力を手に入れたのだ。これでやっとこの町も国も世界も私のものとなるのだ。お前が世界を支配する？せいぜい血を這いずるのがお似合いさ。なんだと？それでは契約した意味がないではないか。この世界を支配したければ簡単だ。俺の力を使えばな。だがその前にすべきことがあるだろう。すべきことだと？忘れてないか、ダレンの娘を。そうであったな。そうだ、ダレンツヨの血を断つ。それが私のすべきことであったな。
そうだ、まずはそこからじゃないか。では娘を殺すとしよう。であれば深夜がいいだろう。ドラマチックなクリスマスの朝が最高の舞台にしてくれるだろうさ。そんなものどうでもよい。じゃ、では娘を殺してこい。ついでに娘の近くにいる奴も全員殺せ。お前はどうする？私はここでお前の報告を待つとしよう。新しい私の時代の幕開けだ。これからの身の振り方でも考えておく。いい気なもんだ。ではエレボスはここに入れておくぞ。大事にすることだな。また指輪か。違うものはないのか。なんだっていいだろう。外見に価値はない。じゃあな。何がささやくものだ。ちゃんと私の言うことを聞くじゃないか。これで私は世界を手にすることができる。ああ。いや、前に言っただろ、俺の気持ち今でも変わらないけど、あいつが言っていたんだが、俺とあいつの好きは違うんだな。俺はお前を自分だけのものにしたかった。誰にも渡したくないって思ってた。でもそれはきっとお前にとっての幸せじゃないってことに気がついたんだ。レオナルドは確かにガキだよ。なのに頭も切れるし勘もいいし、とにかく生意気なやつさ。俺に張り合って取り合うとか、最初は一体何考えてるんだって思ったんだけど、あいつの素っ気ない態度を見てると、つまりさ、好きだから嫌いだからなんて、そんな理由はあいつには必要ないってこと。多分あいつは育ての父と交わした約束を果たすことだけを考えていると思う。それは果たせなかった約束を果たすって意味もあるけど、お前を自由にしてやりたいんだろうな、きっと。明日わかるさ。何かあるよ、多分な。できたよ。ああ、今行く。できたってさ、行こう。今日のコースはちょっと一味違うんだよ。すごいな、一流のリストランテのコース料理みたいだ。そこまでじゃないよ。ほら、早く席に着いて。だな。じゃ、まずは前菜から。その後はスープにしようかと思うんだけど。僕に？俺にか？なんだろうな。いや、だってさ、ヨシュアとお揃いのマグカップ。
ていうか色違いかよ。微妙にペアだよな。僕やだ。でもらしいね。ありがとう、使わせてもらうよ。使うって今夜だけじゃないか。いや、なんでもない。俺も使わせてもらうよ、歯磨き用に。ほら、食べよう。たくさんあるからね。デザートはもちろんケーキ。はい、どうぞ。食事中か。おお、これはなかなか豪華だ。何しに来た？新しい契約者の依頼でお前たち二人を殺しに来た。契約？さてどうする？ここで戦うのもなんだろう。広い場所に出てもいいぞ。戦っても無駄だがね。レオナルド。うん、分かってる。じゃあ君は楽しむのが目的だったね。そうだ。今ここで僕たちを殺したって何も楽しくない。きっとジャンが望んでいるのは朝日が昇るまでの僕との戦いでしょ。素晴らしい正解だ、レオナルド。なんだ、言ってなかったのか。レオナルドは明日の朝日が昇れば消える。つまりそれがリミットだ。そうらしいよ。ごめん。僕が黙っておくようにお願いしていたからね。さて、どうしたい？僕は守ると父さんと約束した。だから守る。うん、約束がなくても自分の意志で守ってみせる。ヨシアも守る。初めてできた友達だからね。友達ってお前。それで？君は楽しみたいと言った。だったら答えは簡単。賭けをすればいい。おう。僕と差しで戦って僕が負ければ二人を殺せばいい。ただし僕が勝てば手出しはしない。おいおい、勝算のない賭けは無謀じゃないか。何もなくて言っているとでも？いいだろう。久々にたぎらせてくれるじゃないか。でも戦う前に殺したい奴がいる。グイードか。うん、カストロも。奴は死んだ。残っているのはグイードだけだ。死んだ？そう。グイードはどこ？ついてこい。あいつ友達って、たく、やっぱりバカなやつだ。えい、ジャンはまだか。あいつ本当に命令を聞くんだろうな。いた。死神の。悪いな、案内させてもらったよ。ジャン、貴様。安心しろ、お前の命令は果たしてやる。だがお前の命を保証した覚えはないぞ。これでは契約の意味がないではないか。私を守れ。
それはできないな。その体をもらうのが俺の報酬だったら早い方がいいだろう。なぜだ。時間がないんだ。悪いね。あっけないもんさ、人間なんて。しかし今回の契約は最短だな。まあ、所詮俺と契約するに値しなかったということだが、さて、せっかく俺が戦うんだ、感染者も欲しいところだな。移動するぞ。あれはどうした。行こう、時間もないし。俺にはあいつの気持ちはわからないけど、きっと少しでもお前を悲しませたくなかったんだろうな。レオナルドに言ったんだ。消えて何が残るか考えろって。何が残るのか俺にはわからないけど、未練ぐらいは残ると思うんだ。大体あいつは執着がなさすぎなんだ。お前にも。追いかけるぞ。さあ始めようか。分かった。おいおい、そんなものが効くと思ってるのか。そっちだって同じじゃないか。普通の銃だと思ったか。カストロにできて俺にできないことはないんだよ。おや、当たったか。だがまだ動けるだろう。この程度で終わらせるなよ。もちろん、そのつもりだよ。甘い。ち、狩る力が効かない。残念だな。避けられない。なんだ、口ほどにもない。もっと派手にやろうじゃないか。下がってろ。止めたってどうせ消えるんだ。だったらあいつの好きにさせた方がいいだろう。だといいけどな。立っているのがやっとか。銃で戦っても意味がないけれど、僕の狩る力はあいつには通用しない。どうする。何度も同じ手は使えない。となれば一撃で仕留めないと。さあどうした。俺を楽しませてくれるんだろう。君を殺すことはできないだろう。おや、もう諦めたか。けど、これで撃てないはずだ。何？ジャンに狩る力が効かないのであれば、その銃から才能を狩ってやればいい。これでその銃はもう用なしだ。確かにいい作戦だ。だからといってお前が勝ったとは限らんぞ。いくらでも武器を出せばいい。その度に僕は力を使う。そうしてその間に時間切れか。いつまで持つかな。消えるまで保てばいい。なるほど、いい使い方だ。
お前の作戦では俺を仕留めることも動きを止めることもできない。こんな武器はただの飾りだ。殺す方法などいくらでもあるからな。だが、いい作戦だった。正直、俺も驚いた。まったく、人間ってやつは面白い。想定外の動き、思考、それらが俺を楽しませてくれる。もう時間だな。いいだろう。お前の勝ちにしてやる。じゃあ、殺さないね。そういう賭けだったからな。それに、あいつら人間2匹を殺すことよりも、俺には新しい楽しみが増えた。新しい楽しみ？みたいだね。どうせ消えるから大丈夫。多分ね、僕は僕のすべきことをしたよ。君を守ること、自由にすることだから、僕の役目は終わったんだ。よしは結局答えが見つからなかったよ。僕が消えて残るのはやっぱり後悔しかないのかな。俺はそれ以外の答えを見つけてほしかったよ。僕もだよ。執着できていればきっともっと辛かったのかな。ごめんね。